遠くの距離の新たな出会い。長い時間を超えて再会が待っている宴。ちむどんどん。信子はやっと茂子さんから結婚が認められましたね。それは信子と和彦だけの頑張りじゃない。房子さんの助言や良子の懇願、その他多くの人の支えがあって、二人は結婚することができました。賢秀は邪魔をしているようでしたが、結局は賑やかな思いやりのある比嘉家のことを茂子さんに分からせることの一助にはなったかもしれませんね。しかし一番の理由は、茂子さんの心の奥に眠る温かい思い出が、二人の結婚を認めさせることになったのでしょう。第89話のお話は、信子と和彦の結婚は、茂子さんに辛く悲しい時代の幸せのひとときを過ごした懐かしい料理を振る舞うことで、結婚を認めさせることができました。それから半年後、二人の結婚披露宴がフォンターナで行われることになった。それには、茂子さんや房子さん、沖縄から優子さんや他の人たち、鶴見からも三郎さんなどたくさんの人たち、距離や場所、長い時間を超えて出会う人たちが集まることに。第89話はこのようなお話になるようです。美味しい料理ではなく、美味しくなくとも懐かしい料理。心の奥の記憶に残る料理。豊かになった日本、さらに発展を続けている時代。そんな時代に忘れ去られた料理は、辛く悲しい時を過ごした人々にとっては、どんなに美味しい料理よりも忘れられないものなのでしょうね。それは、そんな時代を過ごした房子さんや二ツ橋さんだから作れた、信子では絶対に作れなかった料理。そして披露宴では、東京や横浜、鶴見、そして沖縄と遠く離れた人たちの新たな出会い、そして房子さんと三郎さん、長い時を超えて再会する場になりそうです。第88話では、あれほど結婚に反対だった茂子さんが、二人の結婚を意外とあっさりという感じでしたので、まさに、まさかやという急展開が起こりましたね。きっと茂子さんは、戦後の闇市で食べたものがフォンターナで再現され、コース料理として昔食べたものが出てきたことで、家族で仲良くしていた当時の思い出も蘇ったようです。夫の文彦さんといつも喧嘩になってしまったり、文彦さんが亡くなった後、可愛がっていた和彦にも距離を感じていたことで、家族での楽しかった思い出までが遠い記憶になってしまっていたのですね。そんな寂しい思い出ばかりではなく、家族での楽しかった思い出もあった。そして、茂子さんが中原中也の詩で、私はお前の優しさを思い、また毒づいた人を思い出す、と読んでいたときに、母さんを一人にはしない、といった和彦のことを思い出していました。和彦の優しいところは、文彦さんから譲り受けたものだったのでしょうか。家族の幸せな時間を思い出せたことで、茂子さんの頑なに凍りついていた心も溶けていったようでした。和彦の実家に良子と賢秀が訪れた時、賢秀がオルゴールを壊したことや、いつものように喧嘩を始めてしまった良子と賢秀たちを見て呆れていた茂子さん。またもや家柄の違いがくっきりしてしまい、どうなることかと思いました。信子の家ではそれが当たり前の日常ですが、良子と賢秀は茂子さんにまた家柄の違いを見せてしまったと感じ落ち込んでいましたから、しかし茂子さんは、涼子の置いていった歌子の録音したカセットテープを聞いていました。そこには不器用ながらも、信子と和彦の結婚を認めてほしいという歌子の気持ちが込められていましたね。緊張して言葉や演奏を間違えてしまったり、何かしてるわけという優子さんの声や、慌てて何もしてないよという歌子の声も入っていて、優子さんが何も知らされていないことも、茂子さんには分かったでしょう。頼まれていないにもかかわらず、信子と和彦の結婚を茂子さんに許してもらうために、家族のみんなが、優子さんの知らないところで一生懸命になって信子を応援していました。その様子を見て、信子が家族に愛されていることが、茂子さんにも伝わったと思います。そして、房子さんの作戦の意味もわかりました。戦後も間もない頃は、料理にも様々な工夫がされていたようです。食材が手に入らない時代は、なんとか美味しく食べられないかと考えたとはいえ、おからをお寿司のシャリに使うとはすごいですね。今ではダイエットのため、おからやオートミールを食べますが、さすがにおからはパサついていて、お寿司には美味しくないと思います。ご飯が一番美味しいのはお腹が空いた時というのは、戦後の食料不足を経験している人には実感があることでしょう。房子さんが美味しくないものを出しましょうと信子に言ったのは、同じ体験をしているであろう茂子さんに当時のことを思い出してもらうため。涼子がフォンターナで和彦の家族の思い出を聞いているときに、マーケットと和彦が言っていたのですが、それで房子さんも闇市で出されていた料理を出してみようというアイデアを思いついたのでしょうね。フォンターナで初め出された料理はイタリアンのコース料理で、和彦の方はいつもと味が違うと言っていましたが、茂子さんは普通に美味しいと言って食べていました。クジラや魚肉ソーセージなど昔の闇市の食材が使われていて、和彦はその違和感に気づいていました。茂子さんはそれに気づかなかったというのは、昔に闇市で食べた味を無意識に美味しいと覚えていたのだと思います。茂子さんと文彦さん、そして幼い和彦と3人でマーケットで食べた当時の食事は、たとえあり合わせのものだったとしても、茂子さんにとっては美味しく感じる食事だったのではないでしょうか。お腹が空いていることはもちろんですが、大好きな人と楽しく食べるご飯は、信子の言っていたように本当に美味しいと感じます。それを感じられることは、幸せを感じていることと同じですから。味や香りで記憶が呼び起こされることは誰にでもあります。茂子さんも最後のおからのお寿司を食べた時に、はっきりとマーケットで食べた文彦さんと和彦との楽しい時間をやっと思い出すことができたのでしょう。信子は沖縄で文彦さんから、人それぞれにある思い出を認め合うことが大切だと学び、茂子さんの大切な思い出を考えたようです。涼子が来てくれたおかげで、信子も自分を取り戻せたのでしょう。今までに信子が生きてきた中で、家族やフォンターナで出会った房子さんなど、様々な人たちに助けられ、信子も茂子さんの理解を得ることができたようですね。しかし、しーちゃんと呼んでほしいとは茂子さんらしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。